2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半前は先生です。2017年は世界第2位でした。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。ハンマー先生の12月19日ですかね、水曜日、今週はまだ3勝1敗ですね。3勝1敗でまだ4回しかシグナルが来てません。厳しくね、稼ぎやすいように、調整して、いまして、仕事しておりまして、まだ試験投資なんで1000円ずつ投資ですね、でやってます。資金はそれだけで、資金はね、僕は1万円から始めてますね。1万円から今、いくらかな、1万円からですね、24,000、24,392円でやってます。実際5000円ですね。ボーナス5000円で、資金5000円から始めてます。それで今24,392円ですね。資金はなくて平気です。バイナリーオプションは資金なしで平気です。5000円だけですね。そういうことで、このようにね、入力待ちしてるんです、このマウスでね。というのをこちらの方のシグナル、ね、で見てですね、今度もうね、全部手入力に、集結しました。で、今 GBP、JPY とユーロ、GBP がありますね。勝率 79.8%、それと 76.8%。2% 2つね、シグナル待ってます。シグナルがなかなか出ないんですね。時間がこういう時間ですね。12月19日、ほこりかぶってるけど、12月19日12時34分ですね、水曜日でやってましてね、まだ今年は試験だろうね。で、27日休みだそうですね。で、2日3日ぐらいからですね。ということでメールが来ました。で、このシグナルが、こうですね。いろいろ調整したんだけど、こちらの方でね、これライブですね。増やしていけばいいんですね。トーストを食べました。マヨネーズにね、ゆで卵をスライスして食べました。2枚。これから おにぎり食べます。シグナル来ませんね。1週間18個と15個だけなんでね、その半分ぐらいだと思いますね、実際ね。で、通過国17個のうちね、選別して5個を外しました。シグナルそこのところ出ないんでね、分析処理で時間がかかるんで、そうやってます。今日はだから、こういう成績ですね。で、これ見ていただければわかるんだけど、ちょっと待って、どう
応対が遅いな。なんだこれは。ね。でこれで予約検査。でこっち見るでしょ。とこういう勝率ですね。3勝1敗ですね。月曜日は3連勝、火曜日は負けたと。で、現在水曜日ですね。現在水曜日ですね。という具合ですね。で、シグナルマッチで。悪用しないようにね、僕の ID ね。ね。で、そうなったらして。まあ、こちらちょっと、すぐ投資できるように。今週は3勝1敗です。ここでね、こう15分にしておいて、それでね、こうペアをね、こうやっておいて、これ何が多いか、GBP、JPI ぐらいでしょ。こうやってね、出やすいのにしとくとかね。ね。こういうことですね。こうやって、今度全部手入力ですね。音声指示だけで。通過自動選択も今省きまして、全部入力、手入力になりました、こうね。動作は遅いんだよね。こっちの方がやっぱり